神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。イスラエルを知らなければ神様のご計画ってわからない？そうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだ。エイコおばさんに相談してみよう。イスラエルのことなら私に任せて。エイコバさん、イスラエルを軸として聖書を見るとき、これまで見えなかった神様のご計画が明らかになります。その最後のピースにやっと気づいたタケちゃん、そこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです。お邪魔します。あ、お邪魔します。いらっしゃい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうも。こんにちは。今日はね、僕の昔からの友達で千代信さん、こんにちは。千代ちゃん、千代ちゃんとミサさん、はい、よろしくお願いします。お願いしてくださいました。この2人がね、この前イスラエル旅行から帰ってきたばっかりっていうことで、それであのおばさんのことを話したら、ぜひいろいろ質問したいっていうふうになったので、今日はね連れてきたんだよ。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。たけちゃんとは中学校の時の同級生で、一緒にバンドやってたんですよ。バンドやってたの覚えてる。昔はもうちょっとロックな感じだったの、ね、いいベース弾いてたね。まあまあそれでロックなんかもね。いやイスラエルどうでしたか？いや初めて行ってきたんですけど、もうやっぱ日本とは全然別世界で、もうなんだろう、古代都市っていうイメージが最初にありましたけど、あの一番印象に残ってるのが、テムラという場所だったんですけど、そこのアラノの幕屋、それがすごい印象に残ってて、なんかこれ意味があるんじゃないかなと思って、今日はエイコバさんにいろいろ質問があって来ました。いやー、これは珍しい質問。幕屋を見て何か意味があるって感じたの？すっごいですね、もういろんな意味があるのよ、もう奥義がいっぱいなの。奥義ですね。いや、あれはあの聖書で読んでても難しいから、これ一つ一つ何なんだろうねって言ってこう、いっぱい数字が出てくるし、そうそう、わからないですね。まあ読み進めちゃうんだけど、あれ一つ一つ意味あるの？もう聖書の中のことは全部意味があるの。でこの幕屋を見ながら、あ、なんか奥義があるっていうのを感じるっていうこと自体がすごいと思うんだけど、まず聖書を見てみましょう、はい、これ出エジプトの幕屋のところなんだけど、ミスターさんに読んでいただこうかな、はい、出エジプト27章9節から12節お願いします。はい。幕屋の庭を作る。南側に面して庭の掛け幕を、その側のための長さ100キュビトの撚り糸で織った天布を張る。柱は20本。その20個の台座は青銅で、柱の鍵と帯輪は銀とする。同じように北に面して、その長さで長さ100キュビトの掛け幕とする。柱は20本。その二十個の台座は青銅で、柱の鍵と帯輪は銀とする。また、西に面して、庭の幅には
50キュビトの掛け幕、その柱10本、その台座10個とする。今これを読んだら何が何だかさっぱりわからない、うん、はい、だけど、こうして、平面図っていうのを見てみると、うんうんうん、これが、北が100キュビット、南が100キュビット、そして、西側が50キュビット、うん、だけど東側は15キュビットと15キュビット間が空いてるんですね。間が空いてるんですね。でここのところからこう全体ぐるーっと回ると289ビット、289ビットっていうこの280という数字、うん、これは女性の妊娠の期間なの。はー、考えもしなかったです。ね、妊娠の期間なので、この中に入ると新しい命、新しい命っていうのを表してるのね。うわ、すごい。だからこの幕屋って何を言ってんだかさっぱりわからないって言うんだけれども、うん、この中っていうのは神様がいらっしゃるところで新しい命を表しているのね。すごい奥義ですね。ね、そういうことなんだね。そういうことなのよ。じゃあこの中間で29キュービットが何にもないっていうところがあるんだけど、じゃあたけちゃんね、今のところなんだけど、うん、出エジプト27章の16節読んでみて。庭の門には青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った天布を使った長さ20キュビットの刺繍した幕と、その4本の柱、その4個の台座とする。これが門なのね。あ、だから門を外してずっと全体を見ると289ビットで、うん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 、門っていうのが特別な色で作られているのね。でその門がここで、青色って出てくるでしょ、うんうん、青色っていうのは天を表してるのね。で紫色っていうのは王表してるね、王様を表してる。そして黄色っていうのは人間を表してる。なぜ人間を表してるかっていうと、アダムは赤土で作られて、赤っていう言葉をヘブライ語で言うとアドンっていうのね。でアダムっていうのはアドンというその言語から来ている、はあはあ、うん、だからここでは、はあ、天のことを表していて王のことを表していて、うんうんうん、人間のことを表している。その上に天布を使ってるっていうから、うん、天布っていうのは必ず清さを表してる。へー、だからここで、何だと思う？天、王、人間、清さ。もしかしたらイエス様ぐらいしかね、思いつかない。すごい、たけちゃん。これ門はね、イエス様なのよ。これはすごい。すごいでしょ。新しい命に至る門がイエス様って。そうそうそう、そういうことなのよね。すごい。これはね、ヨハネの10章9節に出てくるんだけれど、私は門ですってイエス様がおっしゃったでしょ。で私で誰でも私を通って入るのなら救われますって言うから、このイエス様という門を入っていったら、そうしたら新しい命、すごい、そういうことを表しているわけなのね。本当に聖書の
奥義ってすごいでしょ、うん、本当だね。なんでもないことを何気なく読んでることがものすごい深い意味がある、うん、新しい命に至るためにイエス様が門、うん、で幕屋って表してたんだね。そう、こう幕屋っていうのはイエス様のことを表してるのよ。あのテムナの幕屋に行ってきたの、はいはいはい、これだったでしょ。これだったんでしょ、このこれが塀がずっとあって幕があってこの中が新しい命、そして、これはね 75% のサイズなの。ちょっと小さい、ちょっと小さい、ちょっと小さいのね、だけど、昔、今はもうなくなっちゃって、うん、とても残念なんだけど、うん、昔はあのクムランっていうところ、うん、司会のそばなんだけど、うん、クムランっていうところに実物大の幕屋があったのね、うん、これ素晴らしかったですよ。これはなんでなくなっちゃったの。鉄砲水が流れてこう全部流されちゃったの。そうなんだ。いやこれ見に行きたかったね。ねえ、本当に見てもらいたかった。やっぱりね、実物大で、でもテムナのも素晴らしいんだけど、もう私両方とも行ってきたんだけど、ここに祭壇があるのね、ここに祭壇があるでしょ。門を入ると、門を入ると祭壇があるのね。この祭壇のところを、読んでもらいたいんだけども、千代信さんに読んでいただこうかな、はい、出エジプト27章の1節から7節までちょっと長いんだけど、はい、お願いします。祭壇をアカシア材で作る。その祭壇は長さ5キュビト、幅5キュビトの四角形でなければならない。高さは3キュビトとする。その四隅の上に角を作る。その角は祭壇の一部でなければならない。聖堂をその祭壇にかぶせる。灰を取る壺、重納、鉢、肉刺し、火皿を作る。祭壇の用具は皆聖堂で作らなければならない。祭壇のために聖堂の網細工の格子を作り、その網の上の四隅に聖堂の管を4個作る。その網を下方、祭壇の出っ張りの下に取り付け、これを祭壇の高さの半ばに達するようにする。祭壇のために棒をアカシア材の棒を作り、これらに聖堂をかぶせる。それらの棒は管に通されなければならない。祭壇が担がれるとき、棒は祭壇の両側にある。ありがとうございます。これが祭壇、生贄を捧げるところなのね。真四角、5キュビットずつの真四角で、四隅に角がある。そういうものなのね。で、その角っていうのがどういう意味があるのかっていうと、戦いだとか征服だとか勢力、そして支配権っていう、そういう意味があります、角っていうのがね。で、そのこの生贄の場所にそういう角を4箇所に置いてるわけ。四角、まあ、四角だから4箇所に置いてるわけね。ここの生贄っていうものにそれだけの力があるっていう意味なのね。これは、イエス様の十字架を予言的に語っているのが祭壇なの。どういうこと、ね、どういう意味だろう。動物の生贄をそこで捧げてたんだけど、動物の生贄っていうのは罪を犯して、生贄に手を当てて、
自分の罪をその生贄に移して全焼の生贄にすると、うん、もう罪がなくなったわけ、うん、だけど神殿から帰る途中、幕屋から帰る途中に罪を犯しちゃったらまたしなければならないわけなわけに、生贄を持っていかなきゃならない、うん、ずっと行かなきゃ、もういいね、ずっと行かなきゃならないわけね家に帰れないです、家に帰れない、本当に人間って弱いから、うん、そういうのをイエス様がいつの日か十字架の生贄をなさって、でそして罪の征服、罪というものから征服して、うん、もうその罪の権力っていうのを一切取り除く、それを予言的に表しているというのがこの祭壇なのね。祭壇にそこまでの意味があったんだね。これ書かれてるの読んだだけじゃ全然知らなかったけど でもなんかこだわってる感じは、うん、なんかなんでだろうっていう、これどの木で作ってもいいっていうことはないんだよね。いっぱい書いてる、アカシアの木でなければならない、うん、どこにでも生えてるっていうわけじゃないの。これはアカシアの木っていうのは熱帯地帯だと600種類ぐらいある、うん、あそんなに、アカシアって、だからその600種類ぐらいある中のどれですかっていう、うん、そういう心配はないよね。なぜなら、モーセがこの幕屋を建てた時は、うん、シナイ半島の砂漠の、うん、その付近に生えているアカシアの木なのね、砂漠の中で結構木は生えてるの。砂漠の中で木が生えるっていうのは大変なこと、うん、雨量がね、うん、年間 2.5 から6センチ、うん、たったの年間ですよ、やっぱりイスラエル行った時緑が少ないなと思いましたでしょ、うん、荒野がすごく多いから、うん、だからそのアカシアの木っていうのは、うん、この砂漠に生えているアカシアの木でなければならないね。でそのアカシアの木っていうのはね、うん、これが砂漠に生えているアカシアの木なのね、おそらくイスラエルに行った時にちょっと見たと、うん、こういうイメージですね、荒野に生えてる感じ、うん、だけど、モーセの時代だとおそらくすごく大きい、すごく大きいのがたくさん生えてたと思うのね、今はたくさんの人が切ってしまったりいろいろするので、少し、ちっちゃいんだけども、もう昔は太いのもあったと思うのね、そのアカシアの木で作らなければならないっていう、このアカシアの木っていうのは水がないところで生えてるのね。すごいね。で、ただ水のないところで生えているだけじゃなくって、うん、栄養素がない砂漠で育ってるので、不思議だね。うん、すっごい不思議でしょ。うん、で、何を栄養にとってるのかわからないって科学者が言うのね。で、このアメリカの神学者が言うのには、これはイエス様の象徴だって言うんですね。で、一体なぜイエス様の象徴なのかというと、今現在証明されているのが木の大きさを見ると、うんうんうん、その根っこの大きさが同じサイズなのね、うん、同じサイズ、同じサイズなの、うんうん、しかしこのアカシアの木っていうのはこの木のサイズの根っこが25倍、うんうん、全然違いますね全然違う、だから根がしっかりしてるんですね。もう根が深ああいうとこまで伸ばさないと水が、そっか、地下水汲み上げてる、汲み上げてるっていうわけね、それで25倍でもうどんなに風が吹いても根がしっかりしてるから倒れないです、突風が吹いても大丈夫、それ感動するな。そして
このアカシアの木っていうのは、すっごい硬い、もうゆっくりゆっくり育つのでものすごい硬いから虫にも食われないし腐らないって言われてるのね。なるほど。アメリカのラセール神学者が言うのには、うん、これはイエス様を象徴しているという、どんな嵐でも突風でも、うんうんうん、びくともしないっていうね、うん、それを表しているその木を使わなければならない、使わなければならないっていうのね、それに聖堂をかぶせなきゃならない、うんうんうん、じゃあ聖堂にもまた意味があるんですか。聖堂にも意味があるんですよ。聖堂というのは審判を表します。ですから神様の審判っていうのを表すわけね。で神様の審判って何、うん、っていうと、うん、罪の報酬は死ですって書かれているでしょ、うんうんうん、だからそのための祭壇なのね。罪を犯したら誰かが死ななきゃならない、うんうん、自分が死なないで自分の手を動物に、当てて罪をそれに移してそれを死なせる、うん、罪の報酬は死だから、うんうんうん、それをまあ祭壇で、聖堂で全部カバーした、うん、イエス様を象徴しているアカシアの木で作られているわけね。でこれ、真四角で5キュービットなんだけど、3キュービットっていう高さ、ね、でこれもやっぱりイエス様のことを表してて、イエス様はエルサレムの中でもう行ってこられたから、うんうんうん、分かってると思うんだけど、聖墳墓教会のあのゴルゴタの、はい、ところ、うん、あそこは階段をこう登っていったでしょ、うんうんうん、あちょっと高台になってるんですね、うんうん、そこでイエス様が十字架にかかられてるので祭壇も3キュービット高くしてる。これも予言的に作られたものなのね。そうなんだ、イエス様のことを表してたんだね。これそうなんですね。イエス様のことを表してたの、表してるっていうのが、うんうん、この幕や全部なのね。へえ、イエス様この地上に来られる全然前にもう幕屋の時代からこれを表しているということですね。表しているということで、まさに予言的な、結局予言的に作られたこの祭壇、うん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 、この予言的に作られたこの祭壇が、うん、約1400年後に成就する。そうか、ということなのね。すごい。だからそのこの十字架のことで、ちょっとたけちゃん、うん、読んでくれる、はい、第一ペテロの3章18節を読むと、うん、十字架のことがよくわかる。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。はい、これはキリストが一度、うん、たったの一度罪のために死なれた、死に渡されたというね、うんうん、これは動物を捧げて帰りに罪を犯したからまた動物を持って行ってってね、うん、その行ったり来たりはしなくていい、一回死なれた。なぜならば全く罪がない、実は天から来られた王の王であられる清いお方が死なれたという、この祭壇、これがイエス様のことを予言的に語っていて、イスラエルの民がこれを
作って予言的に語ったんですけれども、うん、これにはあ缶を作らなきゃいけないって書いてあるでしょ、うん、4箇所にね、うん、缶っていうのは丸いので、うん、これは永遠の愛を表すんですけど、うん、それを4つして、うん、そして棒をそれに、うん、入れて、これ青銅で、アカシアの木でものすごい重たいんですよ、うん、そうだ、うん、それなのに、うん、担いで持っていけるように作られてるんですね。っていうことはこのイエス・キリストの十字架のただの一回の生贄は、うんうんうん、世界中どこにでも持っていけるんだよ、うん、そういう意味が入ってる。あ、神様が世界中の人々を思ってしてくれた。で、予言的に作られたもの。神様の愛ってことですね。神様の愛なんですよね。すごい。もう本当にこの四隅にその、うん、角を作ったっていうのはもう世界の四隅にこの権威をもたらす。そしてこの生贄のことは世界中に持っていける。そのような愛の塊っていうような、うん、それが神聖の世界、新しい命の中に入ると分かるっていうのが幕屋のまだ入り口にしか入ってないんだけども、すごいね、すでになんかすごい感動がありますね。本当に神様の愛が現れてる。そうなんだ。楽屋にも祭壇に もうそんな意味があったなんて知らなかったし、読んでるだけじゃ分かんなかったし、いや今日来てよかったね。来てよかったでしょ。ありがとう。もうまた来てちょうだい。まだまだあるんだから。もっと知りたいです。あ、嬉しい。ちょっと今度続きをね、はい、聞きに来てもいいかな。一緒に来るから、もうぜひぜひ来てください。もう来ていただくと私もその気になってだんだん元気になってくるから、また来てください。じゃあまた来ましょう。はい、ね、それでは本日のおさらいをします。幕屋の垣根の周りが280キュビットであるのは女性の妊娠期間を表しています。そのことからこの中は新しい命をいただく場所だと考えられています。アカシアの木で作られた祭壇は人間イエスを表しています。祭壇は審判を表す聖堂でカバーされ、罪から来る報酬は死と書かれた神の御言葉を成し遂げた十字架を表しています。それでは皆様またお会いしましょう。シャロー。Thank you.